時にはあなたをどうなのかっていうと、もう最初に答え言っちゃうんだけどね。時にはあなたを憎んでみたり、時にはあなたにもたれてみたり、まあ揺れ動く女心をどうしてわかるのかしらって思いますけど、これ作詞はね、朝比奈京子さんってお読みするんでしょうか。おそらくは女性ではないかと推測しますが、推測ではありますが、作曲宇田純平さんであります。マンションが題材になってるのね。おそらくマンションのこう夕方夜になって、窓に明かりがつくのを見ながら何かインスピレーションを得て作ったストーリーじゃないかな。一番長いから最初からいきますね。1、2、3、4。時にはあなたを憎んでみたり、時にはあなたにもたれてみたり、私にもわからないの、この恋の港が。ここまでが歌の、まあ、イントロでしょ。イントロダクションね。イントロイントロなんだけど、イントロダクション導入部でね、ここで最初は難しくないんですけども、時にはあなたを、でこの時にはあなたを憎んでって、ちょっと言葉の数が多いでしょ。まるで生麦、生米、生卵って言ってるみたい。そんな早くはないんだけども、そういう時っていうのはやはりなかなか全部の文字をですね、同じやつで口から出そうとすると舌がもつれちゃったりとかしますから、もちろん口は動かさなきゃいけないんだけれども、要領のいい歌い方としては、時にはあなたを憎んでみたり、タタ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 のタタタタって4粒で1セットになってる1粒目をちょっとアクセント置いてみるんです。そんな強くなくてもいいですね。私ちょっと今デフォルメしたけども、まあ4粒4粒4粒3粒っていうのが2回ありますから、その4粒の先頭の1粒目全部ねアクセント置くこともないです。もうそれは皆様の歌い手さんのフィーリングに任せますので、時にはあなたを憎んでみたりとかやってもいいし、時にはあなたを憎んでみたりってやってもいいしね。憎むの方は強くして、時にはあなたにもたれてみたり、もたれる方はアクセントあんまり入れないでとか、まあ、上級者の方はそういうテクニックをちょっと入れてくださると表現力がグッグーンと上がります。今ポキってなっちゃった。その次ちょっと難しいけど、私にもわからないの、これしっかり譜面通りに歌うの難しいと思いますので、おすすめなのはね、譜面にね、CD 買ったらついてる譜面にとらわれないで、耳で歌を、宇田さんの歌を聞いて、で耳で覚えたフレーズそのままご自分で口からコピーする感じで出すように歌った方がいいかなと思いますね。特に女性の方は譜面大好きっていう方が多くて、森ボーカルでレッスンをしてましてもね、本当はね譜面をねじーっと見ててほしくないんだけど、見ないと分かんないから見るんですけど、地図と一緒ですね。初めて行くところ分かんないから地図見ますよね。で2回目大体分かれば一応持ってくけど見なかったとかってありますよね。でそのうち3回目はもう地図見ませんよね。歌詞はそうはいかないけれども、まあどうだったかなって分かんなくなった時、心細くなった時にチラッと見るっていう使い方をすると非常に、表現力豊かな歌を歌える早道になるんじゃないかなと思います。ずっと見てるとね、カラオケの画面もそうですけどね、やっぱりね読まされちゃうんですね。ぜひそこから脱却できるように、そのためにも演歌の森レッスンを頑張って何回も見て、早く楽譜見なくても歌えるようになってね、みんな。そんでじゃあ次行こうかね。私にもわからないの、最後のこの恋の港がというのは、ちょっと、押しを強めにして導入部ピリオド打ちますせ、ハンコ押しますせって感じで、港がって歌うとメリハリがついていいかな。次のコーナーに行くよっていうのをね、さりげなく、アピールできますね。でその後もまだ山場に行かないの、何一つ悲しみのない窓はないというけれど、
これ悲しみの窓、悲しみのない窓ですね。だからマンションのことを言ってるのよね、分かった？マンションの窓、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 窓で悲しみのない窓はない。まあだからみんななんか悲しみを抱えて暮らしてんのよねっていうふうに言ってるのよ。見上げれば出てきます。マンションのこぼれ日が切ない。次からサビに行きますけど、今切ないで終わったでしょ。こうやって切ないとか悲しいとか寂しいとか憎い、悔しいでも何でもいいんですけども、その形容詞がそのまんま歌詞に出てきた時、何々いいですね、綺麗とか汚いとかね、明るいとか暗いとかですね、そういう言葉が出てきたらもうその表現、切なそうに歌う、明るいって明るく歌う、ね、悲しいって悲しそうに歌う、ね、あの振り幅はまあそれぞれ人によってね違うと思いますけれども、もうそのまんま。だからこぼれ日がって言った後に切ないとか歌っちゃうと、切なくないじゃないのよって突っ込まれてしまいますから、切ないって書いてあったら切なそうに歌う。これあの表現ってどうやってつけたらいいのかわからないっていう方、初歩的なあのテクニックになりますので、楽譜を追うだけではなくて、ぜひ歌詞もですねしっかり読むようにしましょうね。はい、じゃあ一番おいしいところ歌います。切ない 1,2,3,4 あなたには帰る部屋、私には待ちわびる部屋、ぬくもりのない時をあなたは知らない。ここまでですね。でララ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 ラ、ここ同じこのメロディーが2回出てきますからね。1回目と2回目でそうですね、ちょっと強さを変えられたりとかすると上級ですね、あなたはね。あの変えられなかったら両方とも強く歌ってください。そういう時に例えばねマイク持っててね、あなたにはとか、こう五木さんじゃないですけど拳を振ってみたりするという、視覚にアピールするっていうのもね、表現力の一つだと思いますから、ちょっとね歌が心細い時はまあ私もやりますけれども、手をちょっと動かしてみる。手を動かすのもね、肘から先っていうのは割と抵抗なく、脇を離してこうやってね手出してね歌うのはね結構勇気がいるんだけど、脇つけて手首からじゃないや、肘から先を動かすっていうのは割と抵抗がないので、なんか恥ずかしくて嫌だと思ってる方、ぜひ肘から先だけで、あなたにはとかねやるとねいいです。あなたにはでもいいしね、あなたってやるのはなかなか勇気がいるのね。肘から先でやってみてくださいね。はい、そんであなたは知らない、この知らないは形容詞ではないのでね、あの動詞ですからね、あなたは知らないと、まあでもあなたは知らないね、っていうことが、私は辛いわとか寂しいわとか、その後に続く主人公が語らないけれど心に持っている気持ちをすくってあげて歌に乗っけてほいよと、乗っけてあげるのが歌の上手い人だね。はい、じゃあ歌い終わりいきます。同じ街の別々の部屋、恋明かり灯して、そんな感じで、まあ不倫なのかなっていう感じですね。わかんないけども、2番になるとね、駅ですれ違っても他人のふりとかいうフレーズも出てくるので、おそらくは不倫かねかねと思いますけどもね。まあそんな歌になっております。はい、それでは時にはあなたを小田純平さんピアノでワンコーラス一緒に歌ってみましょう。ようこそ演歌の森、番組も見てね、森まゆみボーカルスクールレッスンも来てね。はい、いきます。 1,2,3,4 時にはあなたを憎んでみたり、時にはあなたにもたれてみたり、私にもわからないの、この恋の港が、
何一つ悲しみのない窓はないというけれど、見上げればマンションのこぼれ日が切ない、あなたには帰る部屋、私には待ちわびる部屋、ぬくもりのない時をあなたは知らない、同じ街の別々の部屋、恋あたりともして、ちょっぴり寂しいですけれどもね、切なそうに歌いましたでしょうか。切なさギュンと絞って歌ってちょうだいね。じゃあまたね。